私たち7人は女学校時代から特別に仲良しです。卒業してからも7人会という独身クラブを作って、今日までずっと女学校時代以上の親しいお付き合いを続けてまいりました。私は7人会の会員であることこの上ない光栄と思っております。でも残念ながら教会に脱会させていただかなければなりませんの。皆さんといつまでも手を握り合って温かい友情の中に暮らしていきたいんですけど、ご存知のように父の病気も若々しくないし、それに早く早くと疲れるもんですから、やむを得ず。お婿さんもらうでしょ。簡単に言えばね。複雑に言ってもそうなんでしょ。いやいや、かしちゃん、そんなわけでやむを得ず。そうだか、知らない。やむを得ずでもいいから、あと続けた続けた。とにかく結婚することに決心いたしましたの。七人会は抜けますけど、これからも今まで通り仲良くお付き合いしていただきたいと思いますの。どうぞよろしく。ねえ、式はいつ？28日が日がいいんですって。あと1週間ね。胸ドキドキするでしょ。まさか。ちっとも知らなかったんだけど、いつを見合いしたの？見合いなんかしないの？じゃあ恋愛結婚？というほどのことでもないんだけど。聞いた？というほどのこともないんだとさ。がっかりさせるわね。あんたのがっかりするとこないと思うわ。聞いたわよ。何？意味しらばっくれて。すごい隠し玉があるんだってじゃないの。隠し玉って？血の巡りの悪い恋人。嘘、嘘、嘘や。だから頬がバラ色。怪しいの？そのうちに父の病気がだなんて私たち脅かすんじゃないの？お会いに行く様、お父さんなんてとっくに亡くなっちゃったわよ。そんなことがあるなら、どんな刑罰でも受けるわ。貼り付け、獄門、島流し、小屋もめはよして。ねえ、お婿さんどんな人？どんなって？講談師？というほどのこともないけど、じゃない？黙って、急所じゃないか。ねえ、どんな人？耳うるわしい？知らないわ。隠さなくったっていいわ。横取りしやしないわよ。だって、そうね。いいわ、皆さんに判断してもらうわ。だめよ、まだしっかり見ないんじゃない。あの、村川さんじゃ、あなた知ってらっしゃるの？別に、ただ名前だけ。まあ、75点とかもね。そうね、私は80点つけてあげる。どうもありがとう。家庭の事情もあり、お婿さんとはついて好かれての中であってみれば、美智子の結婚について我々は一言も要解する必要はないと思います。ですから潔く美智子の脱会を認め、その幸福なる結婚と多忙なる前途を祝福して、我々のグループの歌「純情の歌」を歌いたいと思います。別れるってほど僕たちは深い仲じゃないよ。そうかしら。ただ子供の時から知っていたというだけの話じゃないか。そうかしら。君を恋人だとか、君と結婚するとかって一度だって言った覚えはないよ。それは、でも私心の中で。心の中でどう思ってると君の勝手だよ。どうしてもその方と結婚なさるのね。僕だって将来のことを考えなくちゃならないからね。私は芸者、その方は実業家のお嬢さん。
どっちみち比べ物にはならないわね。悲願だものの言い方はするなよ。まるでその人と君を天秤にかけてるじゃないか。僕はただあの人が好きに。分かったわ。もう何にも言わないで別れるわ。お別れするわ。お幸せな結婚をお祈りしていますわ。でも確かに私たちは何の約束もしなかったわ。でもあなたのことは言葉なんかで言うよりもずっとずっと深く考えていたのよ。このことだけは、このことだけは覚えててくださいね。姉さん、どうしたの？さっきから時々来て待ってるのよ。妹が？ええ、早く行っておあげなさいよ。何か用事？姉さん、村川さん結婚するんだってじゃない？そうですって。知ってんの、姉さん？知ってて黙ってんの？何も言わないの？村川さん、姉さんの何？恋人？まさか。だっていつも言ってるじゃない、村川さんと結婚する日を楽しみに働いてるんだって。知ってるわ、知ってるわよ。私、姉さんがいるのに他の人と結婚するなんて不道徳だ、不人情だわ。行きましょうよ。どこへ？村川さんとこ行って抗議すんの。結婚取り消してもらうのよ。バカね、時ちゃんは。婚礼の日取りまで決まってんのに今さら言ったって。だって、時ちゃん、そんなこと心配しなくてもいいのよ。村川さんのことなんか姉さん何とも。姉さんは時ちゃんが学校卒業するのを楽しみに、それだけを楽しみに働いてんのよ。じゃあお帰り、早く下宿お帰りなさい。こんなところに来てんの、お友達にでも見つかったら大変じゃないの。帰って勉強でもなさいね。私行ってくるわ。姉さんが裏切られて黙ってるわけにいかないわ。時ちゃん。お嬢様、お客様が。どうなった？時雄様とか。時雄さん。あ、そう、ちょっと失礼してよ。女学校時代のお友達なんです。チーズ、昨日は帰ったか？いいえ、まだいらっしゃいます。ちょっと呼んでくれ。はい。お呼びで。ああ、毎日遅くまで ご苦労だな。いえ、真面目な人がいるのに助かるよ。お役に立ちませんで。いや、本当に助かる。まあ、それかけたまえ。ちょっと話がある。お前いくつになる？年ですか。28になりました。 28？ そろそろ身を固めても早くはないな。お前読みをもらんか。シズ、女中のシズな。お前に好意を持ってるようじゃないか。シズとは結婚せんか。泣くことになってやる。どうだ。ありがとうございますけれども、もう少し一人でいて勉強していたいと思う。嫌か、シーズでは気に入らんか。気に入らないなんて、そんな。お前、美智子が好きなようだったな。いえ、そんな。隠さんでもいい。子供の時から面倒を見ているんだ。お前の気持ちはよく分かっている。お前となら一緒にしてもいいと思ってたんだが、美智子は自分で好きな相手を見つけてしまった。我慢して娘のために尽くしてやってくれ。わしからもお願いする。何をおっしゃるんです。社長にも亡くなられた奥様にも随分お世話になってるんです。お嬢様のためにお尽くしするのは当然じゃありませんか。本当にそう思ってくれるか。無論です。お嬢さんがお幸せになってくだされば僕も嬉しいと思います。じゃあ私たちの結婚取り消せとおっしゃるのね。お願いしますわ。あなたのお姉さんって
どっか銀座辺の美容院を勤めてらっしゃるって。あのお姉さん？そう。どうも知らなかったわ。それで村川さん何とおっしゃったの？お目にかかったんでしょ？とてもレーターなの。ですから、あなたにお願いして。レーター？じゃあお姉さんに対する愛情、もうなくなったんじゃないの？それだったら私たちの結婚を取り消しても無駄じゃないかしら。でも姉は命がけで。命がけっていう点だったら私だって同じよ。遊び半分で結婚なんかできるわけないわ。じゃあお願い聞いていただけない？どうしても聞いていただきたいの。本当のこと言ってお願いするわ。姉は病院で働いてるって皆さんに言ってあるけど嘘なの。本当は私を学校に出すために、本当は芸者をしてんの。芸者？私たちがいつも軽蔑してる芸者をしてんの。私のためにそんなに苦労してる姉に悲しい思いさせたくないの。寂しい思いさせたくないの。分かってくださる？私の気持ち。分かるわ。分かるけど、それを伺ってなお取り消したくなくなったわ。なぜ？芸者さんの命がけと私たちの命がけと一つに考えてもらいたくないからよ。純粋の程度が違うと思うわ。姉の気持ち不純だとおっしゃるの？そうじゃないと言い切れないと思うわ。他にも男の方いろいろご存知なんでしょ、ご商売なら。あなた姉さんを軽蔑するの？軽蔑じゃないわ。事実を言ってるだけの話よ。よして、姉の悪行だけは言ってもらいたくないわ。私にはたった一人の姉よ。大事な姉さんよ。失礼なこと言わないでよ。私の姉はそんなだらしのない女じゃないわ。人の恋人横取りするような方と違うわ。とにかくあなたの話お断りすることにするわ。もうお願いしないわ。ただ私の一番仲の良かったお友達の中にあなたがいたのが残念だわ。失礼するわ。慌てちゃいけないよ、芸人に人じるから。おめでとう。滝雄は？知らない。一緒じゃなかったの？あの人今朝ちょっと回るところがあるって下宿先を出たのよ。変ね。あ、あともごんよ。芸者なんかしてもらわなくったってこんな商売してから捨てられんだわ。軽蔑されんだわ。私も働くわ。二人で地道に働いて地道な生活しましょうよ。ねえ姉さん、もう一度言ってごらん。もう一度言ってごらんなさい。私学校。トキちゃん、そんなこと言ってお父さんに済むと思うの？お父さんの亡くなった時のこと覚えてるでしょ。お父さんは悪い人に騙されて刑務所の中で亡くなったのよ。亡くなる時何とおっしゃったか覚えてるでしょ。世間知らずのために騙されたの。こんな不名誉な死に方をするのは残念だって。そして世間にはお父さんと同じような境遇の人がたくさんいる。お前たちが男だったら法律を勉強させてそういう人たちのために戦ってもらうんだな。
残念とおりとおっしゃって亡くなったんじゃない。その時あんた何と約束して、女でもきっとお父さんの意思をお継ぎします、ないと約束したんじゃなかった。忘れやしないでしょ。忘れなかったら学校辞めるなんて言葉は冗談にも出ないはずよ。おきちゃんの卒業待ってるのは姉さんばかりじゃないのよ。亡くなったお父さんもお母さんも首を長くしてお待ちになってるのよ。姉さんが何をしようどうなろうと問題じゃないわ。おきちゃんは自分の道をまっすぐ進んでいけばいいのよ。それが高校よ。姉さんもいいよ。分かってくれる？じゃあもう学校辞めるなんてこと言わないわね。姉さんのことなんか心配しないわね。時ちゃんさえ立派になってくれれば姉さんはどんな目に遭ってもちっとも悲しくないわ。ね、話してせっかくだから聞いてあげるわ。ねえ何？驚かないでね。ゆき子は結婚するんだって。本当？本当よ。みんなに了解してもらうんだって。下宿で待ってるわ。呆れたわね。やっぱり隠し玉前からあったらしいのよ。隠し玉、うん、いくらね助けたやつね。するんですってね。申し訳ありません。隠し玉ですってね。申し訳ありません。申し訳ありませんじゃ済まされないと思うわ。ねえ。うん、そうよそうよ。美智子の結婚からまだ二月よ。下の根も乾かないし、貼り付け、獄門、島流しはどうなんの？申し訳ありません。その代わり何でもおごるわ。おしるこでも、あんみつでも。買収？ダメダメ。収賄は刑法第198条よ。あ、そうか。198条に抵触すんのよ。いじめないでよ。どうしよう、どうしようか。どうしよう。時よ、どうする？どうしようったって、当人の意思じゃ仕方がないじゃないの。そうね、仕方がないわね。春のことだし、年頃も年頃なんだから。気にならないけど多めに見てやろうか。そうね。また脱会式やんなくちゃなんないけど、式はいつ？明後日。明後日？嫌に焦ってんのね。それでどんな人？講談師？あんたそんなことばかり気にしてんのね。講談師だって話し方って構わないじゃないの。だって生涯一緒に暮らすんだもん、重大問題よ。違う違う、そりゃ汚れたのより綺麗な方がいいことはいいけど、でも問題は精神よ。美恵子の言う通りよ。予防で男性の価値は判断しちゃいけないと思うわ、うん、その点は安心してよ。選挙欄は確実よ。絶対安心しないわ。そんならいいけど、でも気をつけた方がいいわよ。世の中には少し条件がいいとすぐ牛を馬に乗り換える男がいるんだから。なんだか牛の経験ありそうね、あんた。私に？まさか。想像よ。じゃあ何かい、親父が死んだら一文なしだったっていうのかい？一文なしどころか借金の山さ。バカな話だよ。借金の証拠に用紙に行ったようなもんだ。ほうほう、次岡の懐と才能を開けてみなきゃ分からないもんだな。まったく飛んだやぶにらみさ。今そのしょげたって日はあるが好きで言ったんだもの。好きにしろ、ちょっと下点が多すぎだよ。何かいい話ないかね。なんだよ、もう逃げ腰か。おかみさんかわいそうに。冗談言うなよ、かわいそうなの僕の方だよ。まあいいさ、とにかく
一杯やりながらゆっくり話そう。来てみたんですが、どうにも環境で。うちまで差し押さえするっていうのね。10日以内に競売にするって言うんです。それまでにお金ができないと立ち抜きね。みんな社長の恩恵を被った人たちなんですが、社長が亡くなってから急に手のひらを返すように義理を知らない人たちです。今さらそんなこと言ったって。金銭は他人、昔から言ってるじゃないの。明日もう一度掛け合ってみましょう。お対話も済まないのに差し押さえなんかされちゃ社長に申し訳ありませんから。お前にばっかし骨を折らせて本当にお礼を言うわ。若旦那様がお帰りです。お帰りなさい。お帰りなさい。まだいたのか。毎晩そこまで精が出るな。なかなか交渉がまとまりませんもんですから。持ってくもの持ってかないでまとまらないはずはないよ。よせよせ無駄なことは。くだらないことでお前注意をするなよ。気にしないで、酔ってるもんですから。何？酔ってる？冗談言うない。飲まない先で酔うもんか。お前変に肩が持つんだな。だって日野さん、うちのためにいろいろ。うちのためじゃなかろう。お前のためだろ。前からお前に知ってるぞ、僕だって。お言葉は過ぎやしませんか。お酒の上でも言っていいこといけないことがあります。僕は前からお嬢さんに何だとおっしゃるんです。僕に喧嘩を売るつもりか。いや、喧嘩じゃありません。もう少し考えていただきたいんです。毎晩お酒を飲んで騒いでる時じゃないと思います。お家が差し押さえになるかどうかという瀬戸際じゃありませんか。甘い気言うなよ。ここは僕の家だぞ。差し押さえされようと何されようと僕の勝手だ。余計なおせっかい焼くね。あなたは本気でそんなことをしたい。当たり前だよ。それでお父様に対して申し訳が立つと思うんですか。亡くなった社長に対して済むと思うんですか。雇い人のくせに生意気言うな。おかえり。いいの。主人だってうちのことぐらいよく分かってます。知ってて苦しんでるからこそお酒だって飲むんじゃないの。お前こそ言葉が過ぎやしない。今夜はお帰りなさい。主人に私からよく謝ってあげますから。すいませんでした。興奮してたもんでつい申し訳ありません。明日から来なくてもいいぞ。そんなバカな。いや、いらんよ。そんな無礼な人は真っ平だ。でも…いらんよ。おい、早く帰れ。私、日野さんの頃も知らないで。私も出ていくわ。もうこんなうちに働けないわ。バカだな君は。お藤さんは帰っちゃったし、君までいなくなったらお嬢さんの世話一体誰がするんだい。でももう少し辛抱してくれね。僕からもお願いする。できましたけど、お帰りになってから一緒にいただくわ。じゃあ旦那様は昨夜とうとう。お忙しいのよきっと。今日中にお金ができないといけないのでしょ。そんなこと前まで心配しなくたっていいのよ。旦那様はいらっしゃるんだから。ついごめんあそばせ。あ、お帰りかしら。若旦那様から速達でございます。速達？どうなさいました？お嬢様、お嬢様。
今頃慌ててるぜ。お気づきですか。あら、志津が知らせてくれたんで急いで飛んできました。主人のこと聞いた。ええ。で、ご気分はどうですか。もう大丈夫。でも主人はいなくなるし、うちも今日限りね。僕の下宿の家の2階が空いてますから、しばらくそこで静養なすっては。いいのよ。でも私決心したの。明日から働こうと思ってるの。働いて自活するの。主人は悪い人じゃないわ。きっと帰ってくると思うのよ。帰ってくるまで一生懸命働いて待ってるわ。お嬢さんは働いてはいけません。なんで？働けないとでも言うの？違います。じゃあなんで？お嬢さんは、医者が言っていきました。ただのお体では。私が？だから無理をなすってはいけません。確かにご主人はいい方です。お嬢さんを見捨てるようなことはありません。必ず帰ってらっしゃいます。だから元気になってお待ちにならなければ。それに妻としてばかりではなく、母としても責任があります。今まで一度もお嬢さんのご意見に逆らったことはありませんが、今度だけは私の意見を通させていただきます。そうすることがお嬢さんにもご主人にも一番いいことなんです。嫌になっちゃうな。日曜でせっかくお天気がいいっていうのに、ゴロゴロ芋虫みたいに。仕方がないさ、蔵の陳列だもん。家宝は寝て待ってよ。棚がないからぼた餅って言う手もないし。美恵子なら勤め人だからいくらか持ってたら。バカにしないでよ。これでも江戸っ子よ。あるわけないじゃない。バンなくたっていいわよ。ないなら散歩に行きましょうか。お茶ぐらいならあるわよ。え、ある。時計にたかっちゃ悪いわ。どうして。いいのよ、昨日送ってもらったばっかりなんだから。お姉さんからでしょ。ええ。お姉さん病院で働いてらっしゃるでしょ。姉さんが汗水流して働いたお金、私たちが無駄に使っちゃ悪いわ。病院で真面目に働いて妹を学校へ出すなんて大変な努力だと思うわ。そうだな、悪いな。皮肉にとっちゃ嫌よ。私たちとってもお姉さん尊敬してんのよ。尊敬してればこそ申し訳ないと思うのよ。皮肉だなんて、わかるわ。嬉しいと思うわ。やっぱり家宝は寝てますか。こんにちは。あらあら、まるまるの中にって。あら、涼しいわね。どれどれ、よく見せて。まあ、よく似合うわ。重たくない？うん、ダメよ、じっちゃ壊れちゃうわ。だから一人もの嫌いよ、気が荒くて。一人もんだなんて、大きく出たわね。どうだった、新婚旅行。嬉しかった？楽しかった？ご想像にお任せするわ。嫌なやつ、ニヤニヤしてね。何しに来たの？見せつけ？おのろけ？違うわよ。その上がおのろけなんか言ったら殺されちゃうわ。ご招待に来たの。招待？うん。主人がね、一度皆さんにぜひお目にかかりたいんですって。主人がね。どうする、みんな行こう。行くさ。行ってるとごちそうになるわ。ほらね、やっぱり家宝は寝て待てでしょ。さあ、みんな支度しよう。あ、みちこどこ引っ越したの。みちこ、みちこどっか引っ越したの。知らないの。みちこもおまらきしようと思って今日行ったのよ。そしたらお家売り屋になってたわ。売り屋に。ちっとも知らなかったわ。何かあったのかしら。東京も知らない。知らないわ。みんな東京にいながら白状ね。白状だと思わないわ。どうして。みちこだってお友達よ。一人組の一人じゃないの。知ってるわ。でも私たちは区役所の戸籍調べじゃないのよ。黙って引っ越したものなんか探す必要はないと思うわ。
美智子と何かあったんじゃない？何もありゃしないわ。でも変だわ、一番親しかったあなたがそんなこと言って、それに美智子の結婚式の時も来なかったわね。本当に何かあったんじゃないの？ないわ、あるわけないじゃないの。大原君じゃないか。ああ、白木さんですか。ああ、しばらくだったね。派手ですね。君の方だってあんまり地味じゃないようだね。いや、女房の友なんですよ。高等学校自分の剣道部の先輩、白木さんだ。はじめまして。女房です。僕たち食堂行くとこなんだが、どうだい、久しぶりに一杯やんないか。そうですね、どうする。そうね、ちょっと聞いてくるわ。姉さん、トキちゃんよ。トキはどうする？私失礼するわ、何も欲しくないんですもん。私も、私も。そう、じゃあ私たち後で一緒にいただくから、あなただけいらっしゃるといいわ。そうか、じゃあ皆さんちょっと失礼します。嫌な先輩ね、芸者なんか連れて。芸者大嫌いよ。一緒にお食事なんか真っ平だわ。なぜ？私のお父さん芸者に騙されたことあるのよ。お母さんとても苦労したわ。あんたたちだって嫌でお断りしたんでしょ。そうよ。でも今の人たち嫌いだったわね。あんな人たちでも男の人騙すのかしら。もちろんよ、商売ですもの。いやね、あんたも気をつけた方がいいわよ。大丈夫よ、私は。あら、いらしてましたの。お姉様にお会いになって。来てらっしゃるのよ。食堂にいるわ。お客様と一緒なんだけど遠慮いらないのよ。ちょっと待っててね、一緒に来ましょう。あ、私お先失礼するわ。知ってんの？ええ、存じておりますわ。時々うちいらっしゃるんですもの。あんたのうち？ええ。何しに？お姉さんに会いによ。トキちゃんのお姉さん芸者さん？そうよ、一流の姉さんだわ。トキよ、お友達ってどんなもんだか知ってる？何でもお腹の底からぶちまけ合って、嬉しい時には一緒に喜び、悲しい時には慰め合うのがお友達じゃない？お姉様は病院だなんてなぜ嘘ついてたの？なぜ隠してたの？美智子に対しても冷淡だったわね。薄情だと思うわ。お友達がないと思うわ。一人組の顔汚しよ。だって私のお姉様芸者よって珍道屋頼んで広告して歩くわけにもいかないじゃないの。広告する必要ないけど、私たちにまで隠す必要はないと思うわ。騙されたのは悔しいのよ。仕方がないわよ、騙すのが得意なのよ。芸者さんの妹ですもの。トキちゃん、私お姉様尊敬してるって言ったわね。知らぬがほっとけ、バカの骨頂だったわ。妹は女学校へ出したって大学へ出したって、芸者さんなんかしてるんじゃ尊敬どころか軽蔑するわ。バカだと思うわ。隠してたの私が悪かったわ。いくらでもお詫びします。ですから姉さんの悪行だけは。お姉様は褒めてくれって言うの？私のお母様死ぬほど苦しめたの芸者さんよ。その芸者さんしてるお姉様を褒めろって言うの？私キリストじゃなくてよ。あくまで軽蔑するわ。
どんな見苦しい格好してたって日々赤切れを切らしてたまに汗をかいて真面目に働いてるお姉様だったらいくらでも褒めるわ。心から尊敬するわ。美容院じゃなくて女中してたっていいわ。酔いと負けだって構えしないわ。酔いと負けしてたんじゃ学校なんか出せやしないじゃないの。出せなかったら辞めればいいじゃないの。たった一人のお姉様芸者さんにしてまでのんきに学校行ってたい。そんな女あんた友情が分かんないの無理ないわ。どこ行くの姉さんとこ。お姉さんいつ。さっきから心配だったんで来てみたの。じゃあみんな聞いたわ。先ほどは失礼いたしました。皆さんにお願いがあります。先ほどからの皆さんのお言葉ごもっともだと思いますが、でも事情がありまして時代にはどうしても学校を出てもらわなければなりませんの。皆さんはご立派な家庭のお嬢さんですから私たちを軽蔑なさるのご無理ありませんわ。私泣こうでしたらいくらでも気の晴れるまでおっしゃってください。でも妹にだけは今まで通りお付き合いしていただきたいんです。いつまでも面倒を見ていただきたいんです。時を明けしてご友情を恨むような女ではありません。皆さんに見捨てられては一人ぼっちになって時をはかわいそうです。お願いいたします。同じうちのものです。私からもお願いします。いやだわ。私そんなことおっしゃらずに。嫌いなものは嫌いだわ。時ちゃん私たちのグループにしておきたかった。今のご商売やめていただきたいわ。でもそれはできなかったら私の方でも断りするわ。お姉さんもう頭下げても無駄だわ。もうお願いしませんわ。お願いしませんけどこれから時ちゃんに余計なこと言うのも許してくださいね。私が何か余計なことを言ったじゃありませんの。学校やめろになんのって。時ちゃんの学費はお姉さん稼いでいるんですからね。あなた方から一銭だっていただいてるわけじゃありませんわ。やめようと言こうと余計なお世話じゃありませんか。梅ちゃんいいわよ言わしてもらうわ。芸者がどうのこうのって芸者がなぜ悪いんですの。誰だって好き好んで芸者してるわけじゃありませんわ。みんな深い事情があって親のすねをかじってのんきに学校行ってらっしゃるあなた方には学問はあっても世間のことは分かれしませんわ。キリストだかお釈迦様だか知らないけど生意気なことは言わないでちょうだいよ。姉が芸者だから付き合わないなんてそんな薄っぺらな友情だったらこっちからのしをつけてお返しするわ。あなた方がいなくたって時ちゃんに私たち芸者がみんなでお友達になってあげるわ。芸者にはあなた方のような薄情なものは一人だっておりませんからね。愉快だわ。出ましょう。かしら。いいの構えやしないわ。でもみんなお友達の方を怒らせてしまって私バカだから興奮してごめんなさいね。姉さんが育児がないから。姉さんいいのいいのよ。お姉さんだって私のためにあんなに好きだった村川さんと別れたんじゃない。私だってお姉さんの悪行を言うようなお友達なんかどうなったって構えやしないわ。ちっとも悲しくないわ。本当にそう思って勉強してくれる？頑張ってくれる？頑張るわ。お姉さんのためにお父さんのために。時ちゃん姉さん偉くなってみせるわ。
キヨは引っ越していっちゃう。ユキコは結婚、ミチコはどこ行ったか分かんない。寂しくなるな。仕方がないさ。帰る？ノーズ？味噌かよ。お給金もないの。ねえ、付き合うな。どこへ？なんか美味しいものでも食べようじゃないの。たまに油汁じゃなきゃ、機械だってガタガタになっちゃうわよ。でも、今日は。なぜ？ちょっと約束があるのよ。誰？恋人？嫌な人。それでまっすぐ帰るなんて、大曲がりじゃないの。忙しいんだ。原稿の組だったら普段作れ。学校時代のお友達だそうです。学校時代の。ああ、珍しい奴が来たな。よう、よく来たね。どうした、元気か。しばらく、本当にしばらくだったね。勤めの方が。保険会社だ。相変わらず安月給取りだよ。今日は実はお願いあってやってきたんだけど。お願い。原稿買ってもらいたいんだ。おお、君が書いたのか。内職に翻訳したんだけど、職人制作のエッセイなんだ。職人制作か。うん、季節柄は悪くないけど、まあとにかく一応預かって体験しよう。そう急がなくてもいいんだろ。いや、急ぐんだ。今日金が欲しいんだよ。久しぶりだったのに、こんなこと頼むの嫌なんだけど、どうしても払わなきゃならない病院の患者はあるんだね。病院？病気なのか。いや、病気じゃないんだ。子供ができちゃったんだ。子供？おー、結婚したのか君は。いや、結婚しちゃったわけじゃないんだけど。おいおい、結婚しないで子供ができちゃったのか。大体またなんかじゃないな。あ、2、30分したら体が空くから、飯でも食いながらゆっくり引こう。君のことだから、場合によったら言うするよ。よろしく頼む。あ、ちょっと待ってくれ、たま。おじさん、こんにちは。あ、こんにちは。日野さんいらっしゃる？まだ帰りませんよ。遅いわね。ええ。ごめんください。いらっしゃい。いかがですか？だいぶ元気が出たわ。明日から起きようと思ってる。ご無理なしちゃいけませんわ。産後は大事になさらないと。でもあんまりのんきにしてるとお前や日野に申し訳がないから。いけませんわ、そんなご心配なしって。日野さんや私がお尽くしするのは当たり前の話ですわ。今までずいぶんお世話になってるんですもの。本当にすまないと思ってるのよ。嫌ですわ、お嬢さんらしくもない。2、3日参りませんでしたから、おむつ溜まってるでしょ。あ、洗濯して参りますわ。あ、ご苦労様。あ、お帰りなさい。遅かったわね。うん、ちょっと回り道したもんで。日野さん。何？私の給金少ないけど、病院のお払いの足しにして。いいんだよ、そんな心配しなくて。どうして？僕の方で都合ついたんだ。それにせっかく働いてもらったお金だ。さあ、しまっておきなさい。私のお金は使ってくださらないの？お嬢さんのことみんなあなた一人でやってあげたいとおっしゃるの？何言ってんだよ、そんなバカなこと。だって本当だよ。本当に都合ついたんだ。
だから志だけありがたくなるね。そう。どうしたんだよ。ねえ、どうしたんだよ。どうもしないわ。だって変じゃないか。あ、水が溢れてるよ。若旦那、お帰りになるのかしら。なぜ急にそんなこと。だって若旦那が早く帰ってきてくだされば、お嬢さんも苦労なさらなくて済むし、あなたも。僕も何だって。何か誤解してるね。僕に何か下心があってお嬢さんをお世話してると思ったんだろ。そうじゃないのかい。だってあなたは昔からお嬢様。バカ、何をくだらないこと言うんだよ。だそんな卑しい男じゃないよ。でしたらもう少し私の気持ち分かってくださっても。と思うのよ。それじゃあんまりねえ、うん、私に言ったってしょうがないわ。そりゃそうだけど。それで私ね、美智子のご主人がお帰りになるまで美智子にうちへ来ててもらおうかと思うの。ゆき子うち、どうでしょう、行けないかしら。生意気かしら。行けなかないわ。さすが英気かよ。名案だわ。そう、じゃあ主人に頼んでみるわ。大概大丈夫よ。そりゃもういい、このいいことならご亭主あまちゃんだもの。バカ。お帰りなさい。ただいま。お嬢さんがこの手紙を。お嬢さんどうかしたの。出かけましたよ。どこへ。どこですか。ほんの二、三十分前。あ、降りんなよ。美智子さんのお友達の方じゃ。美智子さんをお嬢さんを見ませんでしたか。美智子はどうかしたんですか。出て行ってしまったんです。あてもないの。
美佐子ちゃん、ほら、綺麗な貝でしょ。こんなにたくさん。美佐子、お父ちゃまとこ行くの。お父ちゃん、まだご用よ。だからもう少しおばちゃんと遊びましょう。食べる人とか商売をさすとか言うんじゃないな。正式に僕の妻というよりは美佐子の母親になってもらいたいな。あれの母親はあれが生まれるとすぐ死んでしまったんだ。それからあれのために一生独身で通そうと思ったんだけど、あれ間違いだった。母親のない子供は逃げてしまって素直に育たないんだ。子供には何よりもいい母親が必要なんだ。親父がいくら頑張ったって母親にはかなわないからな。あれも来年は学校なんだけど、忙しくて面倒が見てやらないんだ。だからいい母親が欲しいんだよ。君ならきっといい母親になってくれ。美佐子のためにもお願いしたいんだ。いやかい。何か気に障った？嫌なら嫌でいいんだよ。こういう問題は何も別に無理に。気になんかもったいないと思いますの。私のようなものをそれほどまでに嬉しいと思いますの。承知してくれんの？あ、遠慮に言ってるんだから君も遠慮なく言ってくれたの。遠慮なく申し上げます。ありがたいお話ですけど、今は。今はいけないっていうの。なぜ？君は妹さんのことを心配してるんだろう。妹さんのことなら僕に任せてくれたまえ。確か弁護士希望だったね。ならなおさら好都合じゃないか。もうじき卒業試験だろ。試験が済んだら僕の事務所を呼ぶせばいい。駆け出しだけど僕だって弁護士の看板を出してるんだ。みっちり仕込んで。弁護試験は合格させてみせるよ。だから何もそんなことなら。妹のこともありますけど。他にも何か。好きな人がいます。君？その人はどこにいるの？わかりません。他の方と結婚しちゃったんです。仕方がないじゃないか。仕方がありません。仕方がありませんけど、その人が結婚して幸せにやってるんでしたら私も諦めます。諦めて喜んであなたのお世話になります。でもうまくいってないのかい？別れ別れになっているらしいんです。山を見ろと言いたいんですが、気になるんです。心配になるんです。命がけで好きになった人ですから。こんな気持ちでいたんでは立派な妻にも立派な母親にもなれません。やっぱり諦めなくてはご返事待っていただきたいです。バカな女です。バカかもしれない。しかし君は偉い。愛情ってものはそのくらいでなくちゃ。分かった。君が諦めつくまで潔く退陣しよう。しかしせっかく馴染みになったんだから、これから何かあった時でも遠慮なく相談してくれたまえ。呼ばせながら力になるよ。妹さんのことだって心配なく任せてくれたまえ。すみません。リサ子ちゃん、危ないわよ。おやすみ。何？何って何よ。聞いてるのよ、意味を。意味か、私も弱ってんのよ。記載知らない？知ってるわけないじゃないの。私先生じゃないもん。それってんな。大丈夫？試験は時の運よ。強く休んじゃないの。時を変えると教えてもらえるんだがな。そんなとこ出やしないわ。じゃあどこが出んの？
知らないわ。私だって先生じゃないもん。何ボリボリしてんの？静かにしてよ。おせんべいだのおそばだのは静かに食べて美味しくないの。卒業してお勤め人になりたいな。こんばんは。いらっしゃい。どう？勉強進む？どうにか。そう。お菓子買ってきたの。お茶入れるわね。すいません、毎晩。いいのよ。それよりしっかり勉強してね。キリストなんかに負けちゃダメよ。私たち芸者の恥ですもの。頑張るわ。こんばんは。あら、姉さん来てたの？うん。おせんべい買ってきたわ。あら、あんたおせんべい？ごちそうさま。姉さん、私入れるわ。そう。一番だわ。ねえ、私もないのよ。ないの。ないわね。本当にないわね。嫌だな。嫌だわ。どうしよう。どうしようだって困ったんだ。いや、お家へ帰れば早速結婚準備ね。ご冗談でしょ。あなたみたいに隠し玉ありませんからね。明日から専務秘書よ。実業界でラッサンを振るってやるの。重役と女っしょ。やっぱりじゃない。あいにくさま、お父様の秘書よ。静子は私だって結婚なんか美恵子と同じよ。当分お勤めに。でもよかったわ、みんな言っちゃわないで仲良くしましょうね。悪かったわね、残って。勝敗は時の腐るんじゃないの。どうせ私は落第坊主よ。みんなで時男とこ行かな。時男？うん、お祝いによ。一番だってじゃな。喧嘩は喧嘩、お祝いはお祝いよ。知らん顔してちゃお友達として恥じゃなくて。ね、いや。小学校出た時のこと覚えてる？七人組がみんな集まって、お互いにおめでとうって随分派手に騒いだじゃない。いい思い出だわ。それが今度はお互いに角付き合いで。意味ないと思うわ。寂しいと思うわ。ねえ、行きましょうよ。お祝いしてきましょうよ。ごめんください。まあお揃いでよかったわ。ちょっとご挨拶に上がったんですの。おかげさまでトキちゃん、いいの一番で卒業できましたわ。水は公園の器に従い、人は善悪の友によると申しますが、本当ですわね。いいお友達を持つと成績がいいし、薄情なお友達を持つと成績が悪いんですものね。皆さんの中には楽で話した方もおありなんですってね。ご愁傷様ですわ。でも皆さんが軽蔑なさる芸者の妹に負けるなんて、あんまり格好のいいもんじゃありませんわね。まあせいぜいご勉強なさってください。どんぐりの背比べってこともありますから。あんまり嬉しかったんでご挨拶に上がったんですの。ではごめんくださいませ。どんぐりだってバカにしてるわ。お祝いなんか誰が行くもんか。私も行かないわ。ご愁傷様ですってさ、人の気も知らないで。日の一番が何だよ。富くじじゃあるまいし。じゃあまた夜に。
お出かけです。先生、いつ頃お帰りですか。いや、時期帰りです。じゃあお帰りになったらまた一つ講義をお願いいたします。なかなか熱心だね。いってらっしゃいませ。つまりその放火が汽水か未遂かということが問題なんだ。放置しておいて消失する事実状態にある場合が汽水で、放置しておいて自然に消滅する事実状態にある場合が未遂というんだ。どうだ、分かったかね。吉川君はどうだ。ええ、って君分かったのか分かんないのか。実はまだ分かんないです。分かんない。君は今度で弁護士試験何度目だ。まだ8回目です。もっと。君、人間は諦めが肝心だよ。私というなら構わないんですけど、女房に申し訳ないと思うんです。女房に。私が弁護士になるのを楽しみに内職して助けてくれる。仕事で諦めちゃ女房に申し訳ないと思う。先生の前ですけど、とてもいい女房ですよ。君は幸せもんだね。それじゃあ、君のためじゃなくて、そのいい細君のためにもう一度やろうか。あ、お願いいたします。すいません。どうなった。あ、お帰りなさい。ただいま。どうもお世話様でした。泣きませんでした。いいえ、ちっとも。本当におとなしい赤ちゃんですわ。お仕事の方はうまいことありました。大変ですね、毎日。明日からまたお店出ようと思ってますね。お店ってこの間の勤めてたバーへ。まただって嫌で辞めたんじゃないんですの。あなたのような方はバーやカフェは無理ですよ。そんなに焦らなくたって、もっとゆっくり探せばいいとこはいくらでもありますよ。そんなのんきなことも言っておられませんし。でも嫌なところに無理に。死だの嫌いだのって今の私には贅沢ですわ。何でもいいから働かなくちゃ。坊やはかわいそうですもんね。どうもすいませんでした。じゃあまた明日お願いいたします。お帰りなさい。いや、どうでした今日は。相変わらず。そいつは行きませんな。おやすみなさい。おやすみなさい。遅くまで精が出るね。私が精出さなきゃしようがないじゃないの。となりゃまた無駄骨だってね。亭主のだらしがないと女房はみんな苦労するわよ。ねえ、何かない、いい勤め口。かわいそうじゃないの、あんな小さい赤ちゃん抱えて。心当たりない。そうだな、女学校出てるんだったな。何かある。明日でも話してみようかな。何かあったらお世話してあげなさいよ。本当にお気の毒よ。あんな小さい坊やにもお母さんの苦労わかんのね。毎日とてもおとなしいわよ。すまない、待った。いいえ、お電話はどうも。何かご用が。いや、わざわざ呼び出すことの用じゃなかったんだけど、ちょっと君に見てもらいたいものがあってね。何をですの。実は君の決心がつくまで家庭教師を雇おうと思ってた。それでその人に会ってから決めようと思って、実は今日ここへ来ることになってるんだね。女はやっぱり女に見てもらった方が確かだからね。だから君にもそれを選んでもらおうと思って。そのくらいのことはしてくれてもいいだろう。もう来ることになっても遅いな。あ、君の妹さんなかなか頭がいいね。あれなら絶対大丈夫だよ。いろいろお世話にばっかりなって申し訳ありません、うん、あ、来た。お待たせしました。この方です。あ、僕白木です。まあどうぞ。お名前は何とおっしゃいましたかね。木村美智子と申します。あ、そうですか。
じゃあともかく食事をしながらお話しましょう。明日から？え、よかったですわね。家庭教師ならあなた向きですわ。でも大丈夫でしょうか。何が？子供のあることを隠しちゃったんですのよ。その方がいいですよ。大丈夫大丈夫、通いですもの、わかりゃしませんよ。昼間は私が今までの通りお預かりしておきますから、その方はご心配なく。すみません、いろいろお世話様になりまして。困るときはお互いですわ。あ、そうそう、私の方も商売商売。木村美智子さんのお部屋どちらでしょうか。美智子さんのお部屋ならこちらですけど。先ほどは失礼いたしました。少しお話ししたいことがありまして。どうぞどうぞ。申し訳ありません、独身だなんて嘘を申しました。仕方がないじゃありませんの、ご就職のためですもの。可愛い赤ちゃんですわね。ご主人によく似て。村川はご存知ですの？2、3度お目にかかったことあります。お便りあります。ではどこにいらっしゃるか全然。苦労なされますわね。もう諦めております。いけませんわ、諦めるなんて。村川さんはきっと帰っていらっしゃいますわ。いい方ですもん。それまで頑張ってください。頑張って赤ちゃんを立派にさせてください。及ばずながら私もご援助いたします。あなたはどういうご関係の方で？ちょっとお世話になったことがありますの。そのご恩返しの意味でも奥さんにお尽くしなければ。時々お邪魔に上がっても構いません。白木さんの方はご心配なく、私からよくお話ししときますから。すいません。私もう一度産むわ。クラブ乳液貸してちょうだい。何時？うるさいね。さっきから何度聞くの？まだ11時よ。試験の発表1時だったわね。うん。心配だわ。少し落ち着いてらっしゃいよ。またご不浄？違うわよ。もう一度神棚を拝んでくるのよ。そんなに拝まなくても大丈夫よ。起きちゃうんですもん。ラクダなんかしっこないわよ。でも心配だわ。本当に大丈夫かしら。みんなできたって言ったけど、わからないわ。私も拝んでくるわ。姉さん、速達よ。速達？何？誰から？うん、なんでもないの。お客様からよ。しばらくだったな。東京へいつ？昨日帰ってきたばかりさ。何してんの今？ご覧の通りの文平さ。しかしよく来てくれたな。来てくれないかと思ってたよ。私に何か御用があるそうね。お話聞きに来たのよ。何の御用？承りますわ。早くおっしゃってくださいな。今忙しいですから。まあそう慌てるなよ。ところでどうだい、景気の方は。いい旦那でもついたらな。そんなことご心配いりませんわ。あなたには関係のないことですから。久しぶりに会ったのにバカの冷淡だな。冷淡？あなたも苦労したと見えますわね。冷淡なんてことがお分かりになったの。結構だ。御用としやんのは？まあ、そう当てるなよ。
どっか行って押し着こうか。いいえ、ここで伺いますわ。もっとも捨てた私に御用のあるはずはないわね。なかったら私の方でお話があるのよ。村川さん、あなたに捨てられましたけど、あなたのことを一日だって忘れたことありませんわ。旦那も取りませんわ。あなたのことばっかり考えてましたわ。でもねえ村川さん、これに奥さんの居所が書いてあります。早く行って会ってあげてください。奥さんは赤ちゃんを抱えて苦労なすっています。え、子供が？ええ、かわいい赤ちゃんですわ。早く行って安心させてあげてください。あんないい赤ちゃんにこれ以上苦労させないで。お願いします。私からもお願いしますわ。ねえ村川さん、ねえ村川さん、お願いしますわ。私のお願い聞いてくださいね。聞いてくださるわね。聞いて。しました。やっと弁護士の資格が取れました。いろいろありがとうございました。おめでとう。お父さんがお待ちかねよ。ご報告なさい。様、喜んでください。お姉様のおか、お姉様のおかげでお約束が果たせました。よく頑張ってくれたわね。苦労した甲斐があったわ。お父さんもきっと褒めてくださるわ。お姉さんお礼言うわ。ありがとう。ありがとう。お礼だなんて、みんなお姉さんのおかげです。泣いてる場合じゃないわ。さあ、お祝いの準備、お祝いの。トキちゃん合格したら、仲間の芸者たちがみんなでお祝いしようってことになってんのよ。みんなって、トキちゃんの成功は私たちの名誉だって、みんな張り切ってんのよ。出席してくださるわね。いろいろお世話になってんのに、これ以上遠慮なんか抜きよ。何をグズグズしてんの。早くみんなに知らせて。すいません。いやだわ、他人行儀が。
客様ですよ。私にどうかしら。何時いらっしゃいましたの。ここはあなた方のいらっしゃるとこじゃありませんわ。それとも、また何かケチをつけたいんですの。違いますわ。お祝いに来たんですの。私たちもお仲間入りさせていただけないでしょうか。お家伺ったんですけど、こちら来てるって言うんで。本気でおっしゃってるんですの。ときちゃんは芸者の妹ですわよ。どなたの妹であろうと、ときちゃんは私たちのお友達ですわ。お友達のお成功を黙ってるわけにはまいりませんの。仲間に入れてください。ときちゃんやお姉様を軽蔑して間違ってましたわ。生活や境遇で人の悪行を言うのはいけないことでした。一社会出て働くようになって気がつきましたの。立派なご兄弟ですわ。私たちバカでしたわ。世間知らずでしたわ。私たちの友情が薄っぺらだったんです。お詫びいたします。どうぞお仲間に入れてください。お願いします。すいません。やっぱり皆さんはいいお友達ですわ。すぐのことばかり申し上げて申し訳ありません。ありがとうございます。よくいらしてくださいました。ときちゃんもきっと喜びますわ。どうぞ。じゃあお仲間に、こちらこそお願いしますわ。どうぞこちら。ときちゃん、皆さんがお祝いに来てくださったのよ。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ごめんなさいね、あんな意地悪して。また昔のようにお付き合いしてね。私の方からお願いするわ。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。学士さんが泣いちゃおかしいわ。さあ、起きなさい。じゃあどうぞこちら。どうぞ。すみません。あの、ときちゃんの成功を祝いして私たちグループの歌純情の顔を歌いたいんですけど。どうぞお願いします。久枝。Forever.
に下ろしたわね。これで安心して結婚じゃな、白木ちゃんと。もう一つ。もう一つ？何？何かあるの？ただいま。お帰りなさい。今日は珍しく泣きましてね。そうですか。どうもすみませんでした。いや、どうでした試験は。見事に合格しました。失敗しました。どうも大器晩成らしいですよ。大器晩成もいいけど、少し私のことも考えてくださいよ。そうそう、お客様がお待ちですよ。お客様？ええ、お友達の方だって言うからお部屋に案内しておきましたけど。どうもお世話様でした。だいぶ遅いね。家庭教師をしてるんだって。いい商売見つけたな。いくら大月給は。子供ができたんだってね。知っても知らなかったよ。本当に僕の子かい？何しにいらしてたの？何しにって女房のところに亭主が帰ってくるのに深夜ないじゃない。可愛い子だな。男か女かい？ちょっと抱かせてくれ。よして。なぜいけない？あなたになんか抱いていただきたくないわ。なぜだ？僕はこの子の父親だぞ。父親が子供を抱くのはなぜいけないんだ？嘘です。この子の父親は2年前に死んでしまったはずです。あなたはこの子の父親だったら、私の主人だったら、もっと優しくしてくれるはずです。家を捨てて、妻を捨てて、1年も2年も手紙一本もくれないような薄情な人、この子の父親であるはずがないわ。うちを再興させるために働きに出たっていうのはそれでもいいわ。子供ができたのを知らなかったっていうのはそれでもいいわ。今私もそう思いたかったのよ。そう思って坊やと二人、あなたの帰るのを頑張っていたかったのよ。それを何、さっきの態度。朝出て行った主人が晩に帰ってきたように当然のような顔して、その上僕の子供かいな。あなたの子供でなくて誰の子供なの？それが長い間苦労させて、妻に対する言葉。帰っていただくわ。ここは坊やと私の二人だけのお部屋よ。あなたなんかの来るとこじゃないわ。帰れって言うのか？帰っていただくわ。そうか、帰るってなら帰ろう。森にお願いするほど住みよいところがあるそうだ。その代わりもらっていくものがあるよ。何をなさるんです？何をなさるんです？たった今僕の子供だったじゃないか。僕の子供は僕をもらってくんだ。そんなバカでいけませんわ。いくらおしぶれてもお前に担架切られて、そもそも帰るほどもろくしたいないよ。待って、坊や連れて帰っちゃう。うるさい。待って待ってよ。あなたったら。どこいらっしゃるんです？待ってください。お前の知ったことじゃない。
けない、行っちゃいけない。おい、早く医者を。一人の姉さんに死なれたんだから、君の悲しむ気持ちはよくわかる。しかし、そういつまでしおれてちゃ、かえって姉さんの霊に対してすまないんじゃないか。元気を出したまえよ。せっかく弁護士の資格を取ったんじゃないか。元気を出して活躍しなくちゃ。白木さんのおっしゃる通りだわ。泣いてばっかりいて、体でも悪くしたらそれこそ大変だわ。事務所が出したかったら出してあげてもいい。または僕のところに来て働きたかったら、明日からでも来るといい。何しろ僕は君の面倒は必ず見るって姉さんと約束したんだ。だから本当の兄貴のつもりで遠慮なく相談してくれたまえ。元気を出したまえよ。姉さんに死なれて寂しいのは君ばかりじゃないよ。トキちゃん、お友達の方が。どうぞ。お願いに来たのよ。なに？美智子の裁判が始まるでしょ。それで美智子のために弁護士として立ってもらいたいの。私に？どんな偉い弁護士を頼むより、あなたの弁護が美智子にとって一番有利だと思うの。やっていただけない？美智子に殺されたのは誰？分かってるわ。あなたがどうして美智子の結婚式にも出なかったか、なぜ美智子に対して冷淡だったか、
みんな伺ったわ。でも美智子は私たちのお友達よ。一人組の一人よ。少しでも刑を軽くしてあげたいのよ。無理なお願いだと思うわ。でもどうしても聞いていただきたいの。雪明かりを水に流して昔の仲のいい時雄と美智子に帰って立っていただきたいの。友情ばかりじゃないわ。知ってるでしょ、美智子には赤ちゃんがいるのよ。もし美智子が体験にでもなったら赤ちゃんはどうなるの。あなただって小さい時にお母さんに別れたんでしょ。お母さんのいない赤ちゃんがどんなにかわいそうなもんだかよくご存知のはずよ。お願いするわ。お願いしますわ。姉さんを殺したのは私を殺したのも同じことよ。私はキリストじゃなくてよ、あなたの言葉だったわね。せっかくですけどお断りしますわ。時ちゃん、皆さんのおっしゃる通りに従った方がいいと思うんだけど。皆さんのご希望、お姉さんのご希望だと思うわ。美智子さんは確かにお姉さんの敵よ。でもお姉さんはその敵を憎んではいなかったのよ。それどころか命を捨ててまで美智子さんの幸せを祈っていたんじゃない。そのお姉さんの美しい心を汚してはいけないと思うわ。お姉さんの大きな犠牲を無にしてはいけないと思うわ。僕も賛成だな。ぜひやらなければいけない。お姉さんのためにも美智子さんのためにもお友達の皆さんのためにも断然やるべきだよ。僕も喜んで応援しよう。やるわ。立つわ。被告人はその行為については責任を負わなければならない。しかし、その事情や動機に対しては、大いに同情すべき点を認めて、被告人を殺人罪に照らし、その最低刑たる懲役3年に処するを相当とします。被告人は、検事の論告に対して何か言うことはないか。では、弁護人の弁論を承りましょう。に入ります前に、私事ではございますが裁判長にお願いがございます。私が今日かように弁護士として法廷に立ちますことは最初のことでございます。私のこの記念すべき第1回の弁論をぜひとも聞いていただきたい、聞かせてあげたい人がございます。余人ではありません。私のもっとも勤務いたします、たった一人の肉親、姉であります。姉は芸者となり、すべての誇りを捨て、恋も諦め、世の女性としての最大の苦難を完全と感受して私を今日荒れしむるよう努力してくれたのであります。しかるに不幸、本事件に関連して不慮の死を遂げ、今日姉の修正の願望である私の第1回の弁論に接し得るということは、妹として私の悲しみ、これに過ぎるものはないのであります。私はこれに姉の写真を一応持参いたしております。裁判長のお許しを得まして、この写真を前に置いて弁論に入り、いささかなりとも姉の霊に報いたいと思うのであります。さて、本殺人事件につきまして最も重要なることは、被告人美智子は被害者お葉に対して殺害の意思があったかどうかという点であります。しかしこれは検事もその論告において述べられました通り、
被告人は彼女の夫村川を倒すべくして誤ってお葉を殺害したものでありまして、お葉に対しては寸分の殺意もなかったことは明らかであります。しからば被告人は村川に対しては果たして殺意があったでありましょうか。私は村川に対しても全然殺意がなかったと断言してはばからないのであります。殺意のないところになぜ殺人が起こったか、世に職員の心ということがあります。例えばここに可憐な勝利があって、彼方より汽車の爆心師来たるを知らずレールの上で無心に遊び戯れていたとします。通行人がそれを見たとすれば、必ずや誰もが身を挺して歴史の惨事から勝利を助け出すでありましょう。この例はそのまま本殺人事件に当てはめうるのであります。すなわち被告人は通行人であり、村川の存在は記者であります。しかも本事件の場合は被告人は勝利の母であります。母とは愛情の同意語だと申します。母の愛、世にこれほど純潔高邁なる愛情はまたとあるでありましょうか。愛しき我が子のためには母はついかもいといません。本事件は被告人がその子を守る美しき母性の本能から起こったものでありまして、同情すればとて責めるところは一点だにないのであります。私は村川を記者に例えました。記者は鋼鉄でありますから意思も感情もありません。したがっていかなる惨事を引き起こすも責めを負わすべき術はありませんが、村川は意思もあり感情もある人間であります。しかもなおかかる惨事の素因を作ったとすれば、その責任はかかっていつに村川にあるのであります。村川の従来の行状は私がいちいち指摘するまでもなく、欺瞞に満ちた男子として誠に恥ずべき生活でありました。たとえ夫にしろ父にしろ、かかる男に子供を渡すということは子供にとっては歴史同様の悲惨事であることは言を待たないのであります。我が子のために被告人は完全として村川の暴力と抗争したのであります。そしてその結果ついに発砲のやむなきに至ったのでありますが、ここで重要なことは被告人が拳銃を手にしたのはあくまで偶然であったということであります。拳銃は被告人の所有物ではありません。村川が持参したものであります。しかも被告人が村川に突き倒された際に不幸か不幸かその手に触れたのであります。かかる殺人行為は誰が計画的あるいは意識的であると断じましょう。なお被告人の行為はかかる場合において世のあらゆる妻が世のあらゆる母が当然取ったであろう自衛行為に過ぎると施行されるのであります。この母に罪ありや、私は断然否と答えるでありましょう。女性は男性の温かき庇護のもとに初めて幸福なる生活に入れるものであります。男性には女性を擁護すべき当然の義務があるのであります。しかるに村川は逆に女性を不幸の谷に突き落とすものであります。何たる卑劣感でありましょう。たとえその行為は法の定めるところに抵触しないとしても、罪を問わるべきは被告人にあらずして村川であります。村川のごとき亡霊軽薄なる男性こそ全女性の敵として断固として糾弾さるべきであります。極限が許さるならば、もし被告人に倒されたのが村川であったなら、これ自ら招いた災いと一菊の涙にさえ値しないでありましょう。しかし悪盛んなれば天に勝つと申しましょうか、倒れたのは村川でなくお葉であります。お葉は村川のかつての恋人でありました。
貧しきがゆえに、芸者であるがゆえに、村川に捨てられたのであります。お葉は、好き好んで芸者をしていたわけではありません。父の意志を継ぎ、妹を大学に通わすためでありました。女が命を懸けてこの恋を諦めろということは死も同然であります。しかしお葉は笑って諦めたのであります。そればかりではありません。裏切った男の幸せを当時祈っておったのであります。かかる心を尽くしき者がかかる悲惨な死に方をするということはいかなる神の戯れでありましょうか。私はお葉のために、私の愛する姉のために、万国の涙を禁じ得ないのであります。お葉は妹が弁護士として法廷に立つ日を一日も早かれと祈っておりました。そして今日、その妹が立って弁護する被告人は誰でありましょう。過失とはいえ、偶然とはいえ、姉を殺害したるものであります。運命の皮肉、これに過ぎたるはありません。私は悲しんでよいのか、喜んでよいのか。あんまり興奮しないで。私事を申し上げて申し訳ありません。法の精神はいたずらに人を罰するにあらず、横島なるものをため立たずにあると承知しております。被告人は誤って殺人行為を犯しました。しかしその精神においてはいささかも横島なる点はないのであります。これは私ばかりでなく、傍聴席にいる被告人の女学校時代の親友たちも口を揃えて申し上げるでありましょう。法の精神はその罪を罰してその人を憎まずとか、正しき者に幸ある。裁判長、何とぞご検察の上ご同情ある判決を賜り、被告人若き母とその子の幸福をお守りくださらんことを、弁護人としてばかりでなく被告人の親友としてお願いいたす次第であります。被告人がご寛大なる判決を願い得られまするならば、被害者お葉、すなわち姉の霊もまたもって安らかに瞑するでありましょう。お待ちどうさま。さあどうぞ。美智子、すみません。村川君ね、もう改心して真面目に働くそうです。ゆき子さんのご主人の雑誌社で働くことになったから、もう安心ですよ。どうもすみませんで。さあ2年ぶりで新宮の母はせよ、うっときに騒ぎましょうよ。じゃあさよなら。ご苦労さまでした。you
結婚するかもしれないの。結婚？誰と？美沙ちゃんのお母さんになってあげるの。お姉さんができなかったことも私がしてあげようと思うの。結婚しても仕事ができないってことはないし。男性だわ。仕事も大切だけど、女はやっぱり主婦の務めが大事だと思うの。仕事仕事って結婚しない人があるけど、決別すべきだわ。早くいらっしゃいよ。急がない？私ダメなの。どうして？ねえ、おめでとう。そうなの。ごめんなさい。謝ることないわよ。おーい。ゆきちゃん、リンゴ取って。私結婚したくなっちゃった。独身主義の急先輩、心境の変化、旦那様なんか欲しくないけど、赤ちゃんが欲しいの。可愛いじゃないの。母性の目覚めね。私も。生意気んじゃないの。お前まず学生じゃないか。また落第しないように気をつけなさいよ。いいわよ。どうせ私は落第坊主よ。